ようこそ仙台学園都市へ。私の名前はアナト、よろしくね。いきなり出てきて驚かせちゃったかな。まずは自己紹介をさせてくださいね。私はアナト、仙台学園都市のマスコットであり、皆さんの生活をサポートするバーチャル AI です。その通り。ちょっと触ってみてください。いいからいいから。正解。なので街中にあるスポットで呼んでもらえたらいつでも現れちゃいますよ。この街で暮らす人をサポートするのが私の役目ですから。まずは私のことを知ってもらうために、この街に初めて来た人にはこうして挨拶をさせてもらってるんです。何かご用の際はいつでも気軽にアナトって呼んでくださいね。人気のお店や町からのお知らせ、その他町に関することなら何でもお答えしますから。仙台学園都市が提供する新しい時代の生活をぜひ楽しんでください。どういたしまして。それではまた。出会いはインパクトがあった方がそれだけ印象に残りますから。そういう意図があってプログラムされているんでしょう。現在は全ての AR を表示する設定になっていますからね。
どうしましたか？それは正確な表現ではありませんね。仙台学園都市に設置されている機器を利用し、あなたのように AR として姿を表示しただけです。でしたら、AR の表示を制限してみてはいかがですか？配布された専用デバイスやアプリで、より個人に合った形で AR を表示できるようカスタマイズする機能があります。要は、必要な情報だけ見られるようにするということですね。情報表示の設定を変更しますか？了解しました。情報表示の設定を中程度に変更しました。こちらをベースに必要な情報の取捨選択をし、 AR の表示をカスタマイズしてください。 AR の表示が必要ない場合は私に伝えてもらえれば、今後表示しないように設定を変更します。ただ道路信号の表示や緊急速報など一部の情報は個人での変更ができませんので注意してください。あまりキョロキョロしていると田舎者であることがバレてしまいますよ。転んで怪我をする前に寮に着いた方が良さそうですね。ルートを表示します。ええ、その通りです。迷わないように通常の3倍の大きさで矢印を表示させています。仙台学園都市は AR にあふれた街です。今のうちから少しずつ使いこなせるようにならないと、田舎者丸出しのままでは任務に支障が出ますから。礼には及びません。私は静香様よりあなたのことを任されていますから。